はい、皆さんどうもこんにちは、えいです。今回はちょっと待ってください。今日の服だけ紹介させてほしいんですけど、最近買ったんですけど、この上が紫で、で黒と白のチェックで、ここにこうねベルトみたいな感じであるんです。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。でここに恐竜がいます。かわいい。はい、買ってもらったばかりの服なんですけど、今回はなんとなんとじゃじゃーん、リングライトを頼んでもらったので、こちらを開封していきたいと思います。イエイ。で、私まだこれのなんかこれ中身がどんな感じのやつなのかとかわからないんですよ。見てないから画像を。結構でかい段ボールですね。ちょっと本当に楽しみなので早速開封していきたいと思います。レッツゴー。はい、もしかしたらところどころ顔が映ってないかもしれないんですけど、早速開封していきたいと思います。まず段ボールから開けていきますね。見てください。なんかバッグみたいな。おお、でかい。はい、中にこんな感じで入ってます。端っこにこんなものが。先にこっちから開けていきます。はい、じゃあ先にこっちから開けていきますね。何が入っているのやら。おお、これは三脚ですね。はい、ご丁寧にどうもって感じなんですけども、ね、こんな感じです。はい、次いよいよこのバッグに何が入っているのでしょうか。だって思ったよりでかいですよこれ。すごい、見てください、やばいですよこれ。え、意外とでかいの頼んでくれたんですね。こんな感じです。そう、こういう系は危ないのでベッドの上に置いときます。ふかふかの。これでバッグの中身は最後です。 ASMR。 おお、結構入ってる。1個目がなんかコードとかが入ってます。開けます。なんかこういうやつと、あとは組み立てる取扱説明書が入ってます。もう一個は、あ、もう一個じゃない、もう一つ、もう三つだ。これはコードと、これ多分カメラをセットするところと、ちょっと重ためです。なんだろう。はい、まあこんな感じの形のやつです。なんかすごいですね。見てください、ここ五つ星あって、つぼしですって。わお。はい、じゃ早速組み立てていきたいと思います。まずこちら、一番最初に紹介したこちらをもうやっちゃったんですけど、この形にした後になんかもう一個やるみたいで、
やってみよう。なんかオンオフ、あ、こちらに間違えた。こういうとこに行こう。なんかすごいね、すごいですよこれ。撮影が楽しくなりますね。はい、今回もアフレコやりたいと思います。回させてもらったって、コメントで、前の動画のコメントで、なんでそんなにもらってて使ってるんですかって言われたんですけど、流行りですかみたいな感じで言われたんですけど、なんだろうね、流行りなのかな、なんかみんなもろてってしてるから。はい、そんな感じです。はい、じゃあ早速光をつけてみたいと思います。じゃあいきましょう。3、2、1。あー、え、すごい、結構光ってますね。なんかオンとオフのところでちょっと弱さ、こっちがオンでオンオフで、こっちがなんか白いとかオレンジとか調節できるんですけど、こっちまずはいつけますね。したらこっちで白いとかオレンジとかを調節できるんですよ。表からだとこんな感じで、まずオンオフをカチャってやります。で、今はね白かな、今は白だと思うんですけど、これこうやってやったらほら、さっきより白になったりオレンジになったり、結構今ここから見てね、部屋が結構オレンジなんですよ。もう部屋全体がオレンジみたいな。で、白にすると、もう部屋全体が白、真っ白ですね。すごいです。これは、しかも結構大きいので、本格的で、すごいなって思う。高さもここに、なんか3段階もここにあったのと、さっきのここの下を調節したらめちゃくちゃ高くなると思うんですよ。めちゃくちゃいいなって思いました。はい、じゃあ最後に光をここからこのカメラの後ろに光セットして光をやったバージョンをやっていきたいと思います。はい、さっきスマホをねこうつけるやつをセット し忘れてたんですけど、カメラが回ってないところでやっちゃったので、リングライトにこうしてセットしている状態なんですけど、早速電気をつけていきたいと思います。3、2、1、どうぞ。いや、めちゃくちゃいい。これが今普通にやっただけだ。すごい、これ憧れてたのね、にこうやって。これが今普通にパッてつけただけなんですけど、ちょっと色を変えていきたいと思います。はい、これが真っ白です。え、真っ白いいじゃん。はい、オレンジもいいじゃん。これがオレンジです。はい、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録とか概要欄のチェック、いろいろよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。せーの。